こんにちは、翔太です。今回は1月19日の放置少女の更新について見ていこうと思います。まず百花美人利点がやってきます。で、続いてまた超春光のイベントですね。1200円を課金することで、まあ、5日間ですね、1200円5日間課金して SR の超春光っていうキャラがもらえるんですけど、まあ、このキャラ奥義をちょっと持ってるだけで、まあ、特に強い奥義でもないんで無理に取る必要はないかなと思います。普段課金してる方専用ですね。で、ラッキースターですね、芝生、関羽、真田、幸村。今ちょうど仮想の集いで来てるキャラが多いですね。まあ、この3体のラッキースターイベントがやってきます。で、温泉上がりですね。鎮宮の温泉上がり来るんですけど、なんかずっと温泉上がりしてますよね、鎮宮って。なんかもう3回か4回ぐらい、なんか鎮宮が温泉上がりしてる姿を見てる気がするんで、そろそろ UR1000 にしてあげてもいいんじゃないかなと思いますね。で、これがよくわかんなくて、普通に織田信長のガチャだと思うんですけど、期間限定の割引宝くじを開催中って書いてあるんで、まあ、これが何か明日ちょっと楽しみにしようかなと思います。まあ、織田信長、めちゃめちゃ強いってわけじゃ今となってはないと思うんですけど、なんか割引で引ける、もし半額とかなら考えようかなって思っているところですね。そんなことはないと思いますけど。で、続いて、妖精の森の文王ですね。こうやっていきます。まあ、この UR1000 キャラはなかなか強いんで、まあ、ありっちゃありなような性能な気がしますね。で、続いてですね、こちらの竜寮ですかね、竜寮。UR の新しいキャラですね、がやってくるんで、なんか呪い殺してくる感じなんですかね。呪術の強さは数で勝負すべきって書いてあるんで、呪われるのかもしれないですけど、こういう UR の、最近出てくる UR のキャラ、地味に奥義が強いんで、まあそういう意味では取った方がいいのかもしれないですけど、基本的に性能で見るのであれば、UR の段階で取る必要である、あったキャラは基本、最近の UR キャラではいないです。で、続いてシステムのお知らせがやってきますね。まあ、簡単に言うと絵が変わるみたいです。芝居、リジュ、関氏、宝徳。まあ、この辺の SSR のキャラの副賞のイラストが変わっちゃうみたいなんで、まあ、今持ってる方は、今のイラストと新しいイラストを切り替えれる。ただ、これ、明日以降ですね、この4体のキャラを手に入れた場合は、もう新しいイラストしか見れませんといった感じになります。まあ、残しといてくれたらいいと思うんですけどね、普通に。なんで変えっぱなしにするのかはよくわかんないですけど、それこそアバターみたいな姿で置いといてくれてもいいのかなと、個人的には思いますが、まあ、仕方ないことなんでしょうね。まあ、これで今回の動画を終わりにしようと思います。まあ、楽しめというか、ちょっとわかんないのが、この期間限定割引宝くじを開催中というところで、もうここだけ明日どんな内容になるか気になるところとなります。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも少女の動画をどんどん上げていくんで、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。